してたゴミ屋敷で。マジで。多分びっくりすると思って本当に。ゴミやばくないしてたら。これは乃木さんに怒られるんじゃないですか。いいですか、お邪魔していいですか。大丈夫です、大丈夫です。お邪魔します。こうやってズボン置いてやったりとか。あ、大丈夫です。フライパン、なんで使ってないんすよ。見てください、パンツとか使ってあったりそこにタオルかけて眩しいんすよ。カーテン変えって言われてるんですけど。好き、好きっす。誰ファンですか。箱推しです。みんな応援しないといけないんで。みんな応援してんの。いやいやいや、カットでこれはこれはちょっと違う、それは違う。惹かれるんでみんなに。でもなんか写真集とかまでは全然買ってなかったんですけど、うん、先輩に吉水さんっているんですけど、はい、その人がやっぱもっと上行ってて、自分の上行ってるんですよ。なんかその同じグループだったら誰のどのメンバーでももう全部買わないといダメだぞお前はみたいな。やっぱ投資はそのアイドルに全部しないといけないぞって言って、それを教えにここまで頑張ってるって感じに言われたんで。抜きさんに言われた。え、プロテインだけですか。いや、プロテインと抜きさんにバナナ2本食えって言われて、バナナこれ抜けます。抜きさん、ね、ちゃんと食べてます。食べた、飲んでます、飲みます。こだわりは何かあるの。こだわりは、うん、やっぱ綺麗に入れるってことですよ。え、なんで乃木さんがバナナを食べろっていう。初めてです。初めて言われたの。初めてです。俺ほんと初めてですよ。見てほら、大悟さんとかもびっくりしてたじゃないですか。確かに。これは結構混ぜることが大切です。大切。混ぜたら混ぜる分だけ美味しくなる。あれうまい。いつもより美味しいっす。いつもよりうまい。マジでいつもより美味しいっす。なんでなんですかね。今日は、まあ、小さいバナナにしましょう。ぬぎさん、すいません、今日はさっき2本食えって言われたんですけど、ちょっとお腹いっぱいで、1本で今日はお願いします。バナナだけいっぱい食うのむずいっすね。いや、結構腹たまるよね、バナナね。バナナ、2本きつくないっすか。でも、久しぶりにこれバナナ食いましたね。あ、けそう。きついっす、一口目から。一口目からきつい。マジきついっす、お腹にくるんじゃないっすか、これ自分ちゃいけない。これでお昼ご飯終わりです。悲しいです。いちなみに今体重何キロ。今は60ぐらいじゃないですか。60キロぐらい。はい。で、何キロまで落としたんですか。は、55. 何かっすね。55. 何か。はい。スーパーバンタバンタムっすね。なるほど、じゃあそこまで10月、今今日6日だから、あと20、あ、2、ああ、でも25日に計量だから、あと19日で5キロ弱、はい、そうっす。頑張ってください。頑張ります。こんな俺らのこんな巻き方じゃダメだろう。ちゃんと巻かないと。昔めっちゃ体硬いとこ見られてるんですよ。ありがとうございました。ありがとうございました。あ、よろしくお願いします。僕行きます。今までは普通に試合かとか、乃木さんと一緒練習うまくできてない時は義務教育みたいな感じで、なんか行かないといけない、ただもう練習をこなすみたいな、もう同じ時間帯に行って、はい、でただ普通にたらたら練習して、うん、で帰ってきてみたいなのを繰り返してて、試合が来たら一応まあ勝つ気はあるけど、なんか今みたいな感じでは燃えてなかったりとかしましたね。はい、やるからにはやらないといけないっていう感じですね。でもまあ一番は相手がそのサンスポーなんで、サンスポー対策みたいな。でも本当長くはやりたくないです。いや、もう KO、
狙い。できたら慶応、うん、狙いまではいかないですけど、うん、あ何があるかわからないんで、気、うんうん、を抜かずに、そう、行けるところ行って、って感じで、うん、集中して、まあ、2年ぶりなんで、ちょっと頑張りたいです。もう本当にもう2年ぶりだし、試合試合やっていかないと本当分からないと思うんですけど、今はもう本当にまだ正直試合があるっていうのも実感してないし、全然分かんないっていう感じですよね。でもこれが本当一試合一試合やって勝っていって自信ついていったら本当なんかいろいろ結構発言できたりとかしていくのかなって思うんですけど、まだなんか不安の方が多いっすよね。ここで負けてても上に行けないっていうのはそこら辺はやっぱちゃんと分かってはいるんで、始まったら勝つ気でいくって感じですね。じゃあ次の試合は、まあ、2年ぶりなんですけど、絶対いい試合して、周りの人からもやっぱ強くなったとか言われるような試合を見せるんで、応援よろしくお願いします。